ざわ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 、これが事務所の普段の風景でございます。今回ですね、伊沢が、名古屋のファンミーティングの何かを発表したいということで、今から伊沢を呼びましょう。あ、名古屋のファンミーティングといえばミックスだ。偶然ミックスも来た。はい、どうぞ。名古屋のファンミーティングの何を。あ、はい、そっか、これミックスが一番くじミニを3000個売るって言って、そんなバカな無理だろって言ってたのに達成しちゃったんだ。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。3000個売りました。マックスじゃない、いやミックスは8月13日名古屋のファンミーティングで、一番くじミニマックス村井の仲間たち、こちらをですね、なんと3000個完売させました。まあ僕は入ってないんですけどね、そのストラップとかに。なんか公約があったよね、ミックスが3000個完売できたら、はい、未だかつてミックスのグッズがない、はい、グッズを作るっていう公約が伊沢あったよね、はい、どうぞ2人とももうちょっとマイクに近づいて。そうなんです。で、実際に発表、うん、発表し、まあ何を作るかまだがっつりは決まってはいないんですけど、はいはいはい、ミックス絡みのものを作りたいなと思ってまして、はい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 、はい、今準備をしております。おめでとうございます。すごいな、ミックスのバリカン。バリカンいいですね。長さがミックスされてるみたいな感じですか。5ミリと3ミリのラインがこうあーいいねじゃあ決まりだ。違う、無理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 、バリカン。まあでも、うん、そうですね、このチャンネルの登録者数は性別で分けると男性が多いから 95% ぐらい男性。バリカン割とあるかもしれないです。いや、ないな、まあないな、ないな。男性の中でもガリガリガリってやったらミックスって入るとかだったら、ないな、ないなないな、使わないな。ちょっとこれはね、近日公開いたしますんで、皆さん交互期待で、はい、ちゃんとミックスグッズ作ります。はい、はい、あとすごい、実はですね、名古屋のファンミーティング皆さんに好評をいただいたので、アップバックストアからプレゼントをご用意いたしました。プレゼント、はいはい、じゃん。あ名古屋のファンミーティングの T シャツ、限定 T シャツ、限定 T シャツに に全員のサイン入り、はい、マックス村井、マミルトン、スプリング真央、高橋くん、これコスケか、コスケミックスでっけえ。これ誰が書いたか分かんないですね。もうなんか誰でもいい感じのちゃんとみんなに書いてもらえます。誰でもいいのはミックスと、はい、マックス村井ですかね。スプリングマオまでもちょっと、いやでも意外と誰でもいい感じはある。書きました。こちらがですね、私もリアルに書きました。大きくって言われて、そんなに多くないんですけど、約10枚、うん、10枚、うん、まあ、はい、少ない10枚ですよ、はい、余ったのがあったんですよね。余ったのがあったで、素直にね、素直に、はい、でこれを あれだよね、その当日暑さとか諸々の関係で結構入場規制をそうですねガンガンさせていただいて、ちょっと見込みとというあれですね、はい、あれがあるので、これをもう番組をご覧いただいた方、この動画を、あではないです、ファンミーティングの方、ほう、あと来ていただいた方に、いった感想をアップバンクストアの方に送っていただければ、はい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 、抽選で無料でプレゼントさせていただきます。送料もかかんないの、うん、こちらからすげえ。なんで皆さん、ちょっとアップバンクストアの会員登録だけちょっとしていただきたいな。住所とかをね、登録していただきたいんでね、そこに送る、送られないから、はい、すげえやん。はい、もうこちらは還元でございます。還元だ。はい、じゃあ皆さん、この動画のコメント欄でもなく、我々のツイッターに対してのメンションでもなく、この動画の概要欄にリンクを入れましょう。はい、アップバンクストア宛てにメールを、はい、ファンミーティングの感想ですね、送る場所を準備しておきますので、そちらから言った感想をお寄せください、はい、で、そうですね、その中から抽選でもう当選者の方には直接発送を持ってご連絡、はい、そうです、何十枚、はい、全員のサイン入り、そうですね、まあ、全員というかこのメンバーのサイン入り T シャツ、はい、プレゼント。いや、行った人欲しいなこれ。会場にはですね、約2000名程度かな、入れ替えも考えて、まあ、2000何百ぐらいとかの方が、当日は来ていただいたんですけども、はい、その中からということで、これぜひとも投稿してほしいですね。そうですね、倍率はかなり高い。で、特に行っていただいた方にお渡ししたいなと思ってまして、可能であれば画像付きで、まあ、撮られてると思うので、何かしら、あ
いただけると。で、特段そのメールの内容とか画像とかは一切公開はしないという前提で大丈夫ですよね。大丈夫です。はい、ということで、はい、ぜひともお待ちしております。還元ですね。還元です。で、このあの日の思い出には9月中に発送させていただきます。あっという間だ。そうですよ。あと1ヶ月ぐらい。あと1ヶ月以内には。はい、はい、ということで詳細概要欄ご確認ください。皆様ぜひともあの無料です。送料もかかりません。思い出をアップバンクストア宛てにお寄せください。はい、はい、ミックスグッズも含め、はい、よろしくお願いします。ということでミックスグッズに対する期待みたいなものとかコメント欄でリクエストもらう、もらいましょうか。ちなみに僕の中で1個ね、ミックスジュースでしょ。あのただね、あれでした、食品はやろうかなと思ってます。え、マジで、うん、え、マジでマジでこれやりましょう。食品、食品、そんなハイリスクなものをミックスの一発目にぶつけちゃうの。いや、まただから、まただから僕は売りますよそうなったらまた売りますよ。飲んでってと1万食とか飲んでってか、もしくは食べてってか分かんないですけども、1万食は大変だよ。全然売れない。でもマミスパとかマックスぐらいの美味しいサイダーはもうぶち抜いてるけどね、余裕で。まあはるか高い、10万以上いってますから。皆さんじゃあリクエストお待ちしております。はい、鋭意企画開発中、ミックスのグッズができます。じゃあその2点ですね、お知らせ。どうです、本日は以上でございます。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファウンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ、シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了、マミルト、マックス頑張って、歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おい任せろ、全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー、赤いサイバーロード。